モスタルダモスタルダはイタリアロンバルディア州クレモナ生まれの果物をマスタード風味のシロップにつけた食べ物である。マントバをはじめとする北イタリアでよく食べられる伝統的な保存食。甘いフルーツのシロップつけながらピリッとしたを刺激するマスタード風味が特徴で蒸し豚料理やプロシットチーズと合わせて食べるのが一般的。またこの他にピエモンテ州特産のクニャ カグナと呼ばれる、葡ウ洋梨、イチジクやナッツを煮込んで作った、加藤をせず、辛味のないタイプもある。モスタルダの起源は14世紀と言われ、今のロンバルディア州マントバ県の領主、ゴンザーガファミリーの公文書にすでに記されていて、当時はかなり高級であった。モスタルダの語源は、ラテン語の、ムストゥムアルデンスで、意味は、熱い、スパイシー、果汁からと言われている。後に、 この、ムスプムが、モスタルダになったという説が有力。ありがとうございます。